殺人などの罪で服役し、無実を訴え裁判のやり直しを求めている原口アヤ子さんは、おととい97歳の誕生日を迎えました。最高裁判所で4回目の再審請求の審理が続く中、減刑の内部文書で捜査資料の廃棄を促すような記載があったことが発覚。弁護団は極めて深刻な問題と減刑に抗議する声明を発表しました。おととい97歳の誕生日を迎えた原口アヤ子さん。原口さんが入居する県内の介護施設では、支援者が誕生日を祝い激励の言葉をかけました。あやこさん、ほらほら、元気元気そうやね。裁判勝つからね、最高裁で。県外に住む娘の京子さんの声も電話を通して届けられました。45年前、大崎町で義理の弟を殺害したなどの罪で服役した原口さんは、無実を訴え裁判のやり直しを求めています。1995年、原口さんの再審を求める戦いは始まりました。無実は解決そのまで、自分の健康である限り頑張って無実を晴らしたいと思っております。最初の再審請求で鹿児島地裁は再審開始の決定を出しましたが、高裁が棄却。3度目の再審請求でも地裁、高裁と裁判のやり直しを認めたものの、最高裁が取り消し、再審の重い扉が開くことはありませんでした。2020年、4度目の再審請求に臨みましたが、鹿児島地裁は棄却。去年6月、福岡高裁宮崎支部も棄却。裁判のやり直しを認めませんでした。弁護団は特別抗告し、現在最高裁判所で審理が続けられています。そんな中、衝撃的な事実が発覚しました。県警は去年10月、内部向けに作成した刑事企画課だよりに、再審や国家賠償請求訴訟などで捜査書類やその写しが組織的にプラスになることはありませんなどと記載、捜査資料を廃棄するように促すような文章が書かれていました。県警は翌11月に誤解を与えかねないとして内容を改めたものを再度配布したということです。この問題を受けて、昨日弁護団は会見を開き、県警に抗議する声明を出しました。請求人にとって無罪を導く証拠の廃棄を指示するものとして極めて深刻な問題であり、鹿児島警察および関係機関、検察庁に対しては未送致記録の適切な管理保存をするよう強く求める。これまでの再審請求で証拠はすべて開示したとされたものの、弁護団の求めで県警が検察に送っていなかったネガフィルム18本が開示された経緯があります。無罪方向の証拠が紛れているという可能性は十分にある中で、それを捨てろというですね、組織的にそれを捨てろという指示がされていたということは、もう我々にとっては無実を晴らす機会をさらに警察によるこの不適切な対応によって奪われるということで、許しがたい暴挙だという。弁護団は今週中にも県警や検察、最高裁判所に抗議声明を提出するということです。